身についたものは裏切らない。なんかコツつか。
焦らず戦おう。私の力見せてあげる。これが私の力よ。先生、奇襲有利思います。無駄です。私遅れ取りません。戦い、さあ仕事だ。つまらん任務だ。舞台に上がるより緊張するわね。綺麗な花にはトゲがあるのよ。ええ、いけるわ。おっしゃ、行くぜ。来た来た来た。どっち。よっしゃ、大勝利。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。私に挑んだのが間違いだったな。貴族。行きますか。時の運も私の味方なのだよ。自慢にもならん。これでいいかな。好調みたいね。負けるはずもないわ。私得たものは私に挑んだのが間違いだったな。よかったわ。強いよっ。目標沈黙。よし、助かります。
まらぬ意味だ。いい働きね。よっ、ありがとう。よし、ありがとう。全てはエーデルガルト様のため。
や、上がるより緊張するわね。行きますか。先生、奇襲、有利思います。出るがまた私の力ミスさ、仕事だ。狙う、はあ、地獄で寝てろ。これ我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。焦らず戦おう。ねえ、いけるわ。礼を言います。じゃあ、行くぜ。勝負ができたね。
何かつかめそう。気づかれましたか。これを暗殺するときは骨が折れそうですな。貴殿をつけていただけですよ。気にするほどのことでもありません。寝込みを狙うのは難しそうですし、やはり無味無臭の毒物が有効でしょうかね。エーデルガルト様も厄介な人物を気に入られたものですな。まったく。そうですな、貴殿も私に命を狙われる可能性がある以上知りたいでしょう。少し長くなりますが、帝国内部の話を聞かせましょうか。エーデルガルト様の叔父にフォルクハルト・フォン・アランデルという男がいます。アランデル公と呼ばれる帝国の摂政です。彼はエーデルガルト様を連れて一時王国へと亡命していました。そして数年後に再び戻ってきて権力を握りました。最初エーギル伯や我が父と手を結び、皇帝イオニアス9世から実権を奪った。イオニアス9世はエーデルガルト様の父君。主の悲しみがいかほどか想像もつきません。貴殿はそのアランデル公と似ている。そう私は感じているのですよ。表向きの貴殿の中に別の貴殿がいる感覚とでも言いましょうか。不意に心の中で誰かと話しているような、自分の意思と違う行動をとっているような、そんな態度に心当たりはありませんか。いつ敵に回ってもおかしくない得体の知れなさが貴殿にはあるのです。貴殿が優秀であればあるほど私の警戒は増すばかりです。エーデルガルト様の役に立てばいいと以前は言いましたが、いささか役に立ちすぎるようですな。貴殿は悪くないのですが。お願いしますよ先生。私は貴殿と殺し合いなどごめん被りたいのですから。先生聞いて、敵ソロンたちの居所をついに掴んだわ。彼らは大修道院からほど近いところ、封じられた森と呼ばれる一角にいる。大司教殿が探索のため散っている騎士団を急いで集結させているの。私たちに知られないように秘密裏に。だけれどね、あなたが復讐に駆られ飛び出していかないようにというところかしら。けれどあなたは知ってしまった。私たちに出陣を命じる。先生待ちなさい。そのような行動私は許しませんよ。騎士団が最も出払っている時に合わせて発見の報告があったのだ。君が出てくることを狙ってわざと姿を見せた可能性すらある。彼らはジェラルトさんを奪った相手。憎いのはわかるが、ここはこらえてくれ。自重なさい。ここは私たちに任せるのです。ジェラルトに続きあなたまで失うようなことはあってはならないのですから。
大司教殿、先生は復讐心に駆られて戦おうとしているわけではありません。ただ戦略的に先生が戦うのが正解というだけです。違いますか？騎士団の大部分は出払っていて、遺産を持つ強力な戦い手は先生一人。セテストのや残りの騎士団が動いて修道院を空にするわけにもいきません。私たちは先生の指揮で最も効果的に動ける兵力で、すでに戦闘の準備も整っています。敵にどんな企みがあるとも知れないのです。今すぐに出陣すべきです。あなたはそれで良いのですね。わかりました。ではあなたたちに命じます。封じられた森に潜む敵を一人残らず討滅しなさい。何が起ころうとも主の加護を持つあなたであれば乗り越えられるはずです。先生、行くわよ。この後に及んでおじけづいたりはしないわよね。よくやってくれたな。合格ですか。